では外装フロントバンパーから見ていきます。無限のフロントリップスポイラーが入ってますね。これなんかガード用でちょっとこうつけてますね。下が振りやすくなりますからね。バンパーリップ自体はですね、特に、目立つような傷があるといった感じはないですかね。まあ、多少こう飛び石傷的なちっちゃいのはありますけども、こんな感じで結構綺麗な、バンパー周りですね。で、ボンネットの方も特にへこみもなくて、傷の方もまあちっちゃい飛び石傷が多少あるかなっていったぐらいなレベルですね。こんな感じです。で、左のフロントフェンダー、こちらも綺麗な感じですね。でホイールは、DBS タイヤのサイズは2154517で、タイヤの溝はこんな感じで結構残ってますね。ちょっと飛び石傷がありますね。で、助手席側のドア、まあ、こちらもこんな感じで結構黒光りしてる感じですね。これちょっと傷ですね。で、サイドステップ、こちらも無限です。薄い傷とか飛び石傷が多少あるかなっていう感じですかね。左のリアのドアもこんな感じで、まあ綺麗な、状態ですね。で、左リアフェンダー、これは落ちそうですね。こんな感じです。まあ結構綺麗ですね。で、左側面のへこみ、特に見当たらないかな、大丈夫ですね。で、左リアのホイールです。タイヤサイズはフロントと一緒ですね。で、タイヤの溝の方は、こんな感じでフロント同様残っております。はい、ついてリアバンパー。はい、汚れかな。無限の、リアスポイラーバンパー入っております。まあでもちょっと傷がありますかね。あとここがちょっとへこみが見受けられます。そんなに目立たないです。で、無限のリアウィング、こんな感じですね。トランクの方は、まあ、特にへこみなく、傷もないかなといった感じですね。で、右のリアフェンダーです。まあ、この辺りも綺麗ですね。こんな感じです。で、右リアのドア、こちらもこれはもう傷っていう感じではないですね。ちょっとこすったら、磨いたら落ちるかもしれないです。で、サイドステップはこんな感じですね。黒なのでね、先ほど洗ったんですけど、すぐにやっぱりちょっと汚れが、付着しちゃいますね。こんな感じです。まあでも全体的に綺麗ですね。非常に黒光りしている感じです。で、右側面のへこみも特に見当たらないですね。最後にルーフです。こんな感じで結構綺麗ですね、ルーフの方も。はい、以上アコードUR の外装でした。